今日のパワプロ、今回もパワフェスやっていきます。でもうすでに日付が回って1時近いんで、今日は3回戦のみやっていきたいと思います。じゃあ試合いきましょう。台風っぽい、ああプロ野球レジェンズが出てるのか。経験点めちゃくちゃ高いよね。台風ではないか。台風が来ると経験点2倍になるんだけど、そういう時にプロ野球レジェンズやりたいよね。プロ野球レジェンズってさ、仲間コンプリートあんの？まだ倒してないんだよね。まあいっか。あ、でも図鑑登録1分の0になってるね。で、スザクは仲間にした。ここか。ここどこ？メガビット千秋楽、および、海月、沢ガニ連合。ちょっとわからん。あ、マントルがいる。同上か。投手の筋力ポイントプラス5、全員で。ここ結構人がいるな。3点差で3人。どうしようかな。同上の方が若干弱いのか。 C マイナスだから、ちょっとこっちから先に片付けるか。じゃあはるかちゃん、大胆にアイテムをネタに行く。パワーヒッター、アベレージヒッター、チャンスへ。よし、こっちにしよう。試合開始。特に持ってくものはない。さあ行きますよ。ルーレットスタート。高校 DH ありとなりました。高校の方がね、勝てる確率は高いけど、神楽坂くんが復活はしてるけど調子は普通。まあ今はうちは神楽坂くんに頼らざるを得ないからね。同盟入れても多分同盟はまだレベルが低いからそこまで戦力にはならないと思う。ピッチャーやっぱり重要だよね。ついに来た来た3回戦。そしてスカイアリーナのフィールドも大回転。風向きがパワーフェスの野球が展望を遂げようとしております。野球ゲーム版みたいな。女性たちの歓声を受けてマウンドに。すみません、練習をしてしまった。背丈は低いが、まずは初球。貴様など、簡単に打ち取ってみせる。3球三振はちょっとやめよう。1球外そう。一つ外してボール。スライダー、あ、逆だ、間違えた。このマジ守備位置が本当にわからない。ノーアウトで先制のランナーが出ました。バントしてきやがった。ちょっとバント処理とか超苦手。タケノコが出てるな。ニオちゃんどっか行っちゃった。パワフェスチャレンジャーピンチを迎えます。第2球。確かにピンチはピンチだ。得点圏ランナー進められてるからね。ツーワンバッティングカウント、トライ。外角際どいところにやってこう。これでもさ、ルーキーだからね。打った、ルーキーじゃなかったらどんだけ打たれんのっていう。フォアボール出したよ。さあ4番が打席に入る。神楽坂君が後ろを気にしている。嫌な流れを払拭することはできるか。これはちょっと待って、ポテンになるじゃん。ほら、ヒットになります。三塁させない。神楽坂安打を許し、ヒューローへ投げた。アウトを決まってストライク。こいつアベレージヒッター持ってるんだよね。アベレージヒッター持ってるやつは結構厄介。よし、三振。6番バッターが打席に入ります。結構スタミナ減ってるな。切れ味、バッター動けません。これは無理だよ、取れないよ。打球はライト右、ファウル。行きはずぞ。オッケー、振ってくれた。神楽坂、最後はまさに魂の一球。さすがパワフェスチャレンジャーズ。さあ後輩にご登場。どうさあ今度はチャレンジャーズの攻撃になります。1番バッターが打席に入ります。初球を打った、打球はこれは後ろに抜けるね。クリーンヒットです。もう一個進んどくか。エッドの球、二塁へ向かった。二塁までご到着しています。塁は溜め込みたい。やべやべ、いつも狙えるよね。カットボール見送ってボール。パワー C あれば、しかもパワーヒラシ。2球目打った、ツーベースアドリー。ちょっと芯を外れたな。やべ、クリーンヒットだ。タケノコ3番、パワーは投げた。 D か。インサイド空振り。投球これから2球目。やたらカットボールばっか投げてくるな。カウントワンボールワンストライク。
どうだ、まあ、行け行け、うん、まあ最悪ね、犠牲フライでよかったけど、パワフルチャレンジャー、とりあえず1点、1点で止めておく。リプレイで、さあ4番森下、よくわかんないやつだな。このままどんどん攻めていきたい。ミートがちょっと小さいね。内角低めいっぱいストライク、今のは結構チャンスボールだったけど手が出なかったな。あー、これでかい。パワヒの力いかないか。それでも3点差がついたから、ここはエミリーじゃないんで、そう、これで終わりなんだよね。2点取られてる。点はね、どんどん取られるんだよね。本当に点は取られるし打たれるしで参ってしまうよ。スライダー見送ってボール、ボール1個分わずかに打った。こういうの取れない。ファウル。タケノコはでもさすがになんかミオちゃんより動きはいい気がする。ストライク三振。ここはバッテリーに軍配が4回。さあ、さて、やべ、魅惑の矢部昭雄です。初球打ち、バッター、左へ打っていったが、これは切れてファウル。同盟のスタミナ半分くらい、まあまだ5回でも半分か。三遊間ライダー破っていった、レフト前ヒット、やべ、ヒットを放ちました。さあ、タケノ3番グラウンドの土からパワーをもらいます。そのバッティングで点差を広げていきたい。投げました、打ちました、いい当たり。これで進んで満塁にして、できればホームランを打ちたい。タケノ、ナイスだバッティング。さあ、4番が打席に入ります。森下もちょっと今回はミート打ちで、投球2球目打った、いい当たりだ。いけるな、素敵ヒットだ。次誰だ。いいバッティングを見せました。これで今日は打席には5番バッターが入ります。パワーが一気に下がるけど、打ちました、初球打ち、待って待って、これはこれは犠牲つかみました。これさ、一人だけ進むってどうやんの。全員進んじゃったんだけど。パワフルチャレンジャー、1点入りました。リンス、ひじりちゃん。さあ、1球目ナックル。第2球投げた、マシンで捉えた、取って、これで3アウトチェンジ。1点か。3点差をつけないと3人手に入んないからね。角田君がちょっともうスタミナがまずい。さあ、勝負してくるのか。カーブはボール、ツーツー、平行カウント。ランナー一斉にスタートし、走りやがった。ファースト右へのゴロ。待って、どうすればいいの。ボールを掴んだ、こう自分でベースを踏んでアウト。スリーアウト。さあ、4番が打席に入ります。さて、ここから少し点差をつけていきたい。シュート決まってストライク。まずは様子を伺います。キャンプギで捉えた、強襲抜いていった。かっこよさを見せつけます。打席には5番バッターが入ります。5番バッターからカスだから、カスだけど打つ。これは気持ちのいい当たりになった。これで3点差とはいえ、それでは4点差か。なんとしても角田坂君、最後の一人ガブリンと頼むぞ。もうスタミナがない。こう打たれたら無理だ。オッケー、パワフェスチャレンジャー、最後をきっちり打ち取って4点差。負ければ終わりのガチンコ。これでマントルも3人手に入るんで、マントルもコンプリートだよね。これいただいちゃいました。何を、おパワーバット的なのかな。よし、神楽坂くんレベルアップ、矢部もレベルアップ。レベル1の人たちはねレベル上がってるけど、山口、グッサンとキノコはまだか。どうへ、どうなった。筋力60もくれた。あと2人、クロエ、リュウフっていうんだ。でゴブリン、ゴブリンってどうなってる。キャッチャー C、 うーん、まあひじりちゃんだな。で金メダルと。でうろつき、すげえいっぱいだ。うーん、タルモとかどうしようかな。どこに行けばどういうイベントが起こるかっていうのはよくわかんないんで、お買い物、あ、ポイント使わされるんでね。まあ、いいや、ポイント使ってもいいから、ショッピングモール行こう。
総力アップガムレアアイテム買う。金減らなかった。金っていうかポイント。さてこれで大会4日目。あ、ここで台風が来てんのか。結構3回目とかが多い気がするんだけどね、台風くんの。まあいいや、とりあえず能力だけアップさせて、パワー D、 走力を無理だ、上げられない。肩上げて、守備上げて、呼吸上げる。ミートも上げられない。特に1ランク上げられそうなものは呼吸くらいか。まあ、能力的にはこんなもんでいいでしょう。という感じで、じゃあ今日は3回戦終わりましたので、今日のパワープロはこれで終了します。